皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルです。今日はゼリー風デコレーション素材を使ったアイシングクッキーを作りたいと思います。まず用意する材料はビスケットと、あとはセリアで購入してきたアイシング用のデコペンですね。こちらはゼリー風デコレーション素材というクリスタルペンを購入しました。あとはデコレーション用にジュエリーシュガーを買いまして、残りは可愛いデコレーション素材を購入してきました。はい、じゃあ白いアイシングをビスケットに塗ります。ぐるっと一周囲って、で中を塗りつぶすように。結構必要ですね、このアイシング。結構使うんですね。使いますね。一本丸ごと使っちゃうかも。いや、ちょっと残るかも。残るぐらい。隙間なく。もし隙間ができたら、爪楊枝でかき混ぜるような感じで隙間を埋めていきます。それでは白く塗りましたので表面が乾くまでしばらく待ちます。はい、それではアイシングが乾きましたので先に下書き模様をちょっと入れます。ブルーのアイシングを使って白い方にちょっとだけ模様を、アイシングのカラーもいろいろとありますね。引くの難しい。なんか途切れるんですけど、なんかもう中が少なくなってきました。いや、中入ってるんですけど、そこ途切れた。ではアイシングが乾きましたので今度はクリスタルペンでデコレーションをします。まずはブルーから、バッテンにしたところの中に内側にブルーのクリスタルペンでデコレーションします。なんかゼリーみたい。ゼリーなんですね。アイシングとはまた違った感じ。違います、なんかゼリーみたい。そうで、白の少し内側に塗ると可愛いみたいで。さっきのアイシングは結構早く乾きますが、もしかするとこれは少し乾きにくいかもしれないですね。今はね、いろんなトッピングがダイソーにとかセリアとか売ってるから、かわいいのがあっていいですね。今日使ってるのは3種類ぐらいがミックスされてますね。ではトッピングができましたのでこれで出来上がりです。この動画がお役に立ちましたらグッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。